皆さん、こんにちは。あなたは女性からびっくりするような意地悪をされたことありますか？そして意地悪してくる割にはいつもそばにいるし、なんだかんだ言って仲良くしようとしてくる。そんな変だなという感覚を抱く女性がいるなら、その人は実はあなたのことが大好きなのかもしれませんよ。好きな人にいたずらしちゃうって子供みたいと感じる方もいるかもしれませんが、子供みたいな大人って男女問わず実際に一定数存在するんです。正直嫌なことをしながら実は好きって言われても困っちゃうなっていう人は多いと思います。今日の動画では好きだからこそやっちゃう意地悪行動をまとめていますので、この内容を参考にしながら女性の本心を探ってみましょう。最近意地悪してくる女性がいるんですとか、そういう人が前にいましたなどなど、あなたの知っている天の尺さんにまつわるお話もぜひ聞かせてください。コメント欄でお待ちしています。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1、否定的なことを言う。あなたが良かれと思って誘ったり、声をかけた時にいらないとか誘わないでと言ってくる女性がもしいるなら、その人はもしかしたら心からそう思っているわけではないのについ拒否してしまっているのかも。女性は心を開いてあなたを受け入れた結果、反対に突き放されたりするのではないかと心配しているんですよ。例えばある男性が A さんという女性に自分が持っていたガムを一つ差し出して食べると聞いたとしましょう。その時普通 A さんがその男性のことが好きなら、ガム自体それほど好きでなくてもとりあえずもらうでしょう。でも何度も否定的に返してしまう癖がある女性は、男性からのお誘いや親切を素直に受け取ることができません。だから当然いらないと答えます。ものすごくガムが食べたかったとしてもいらないって言っちゃうんですよ。女性は男性からの親切や誘いを受け入れたところから、どんどん彼に夢中になってしまう自分を恐れています。そして彼にのめり込んでしまった結果、いつか男性から突き放されたり拒否される時が来るかもしれないって心配しているんですね。ガムのお話はあくまで例えですが、あなたの誘いや善意を素直に受け止められなくて、いらない、結構ですと言ってしまうのは、いろいろ心配しすぎて怖がっているせいなんです。突き放される前に自分から突き放しておくということですね。なんとも極端ですが、その対処法を選ぶ方が自分にとっては楽だと現時点では思っているんです。もちろん本気でやめて、いらない、結構ですと言ってくる場合も大いにありえるので、誰に対しても毎回深読みしてしまわないように気をつけましょう。2、興味がないふりをする。あなたのことが本当はとても気になって仕方ないのに、その素振りを見せない女性もいるんです。なぜだか強がっているんですね。堂々と気になる、興味あるって言っちゃえばいいのに、素直に言えません。理由としては周りに冷やかされる心配をしていたり、相手にどう思われるか心配という場合もあるでしょう。ただこれはあくまでふりですよね。つまり当人同士がしっかり本質を分かっていれば全く問題ないんです。私の友人カップルはまさにこのタイプ。彼の方が鋼のハートを持っていて、彼女の方はいつも素っ気なくして突き放しています。ただこのカップルがうまく続いている肝心なポイントは、お互いにお互いを理解しているという部分なんです。出会った時から今までお互い変わらない接し方をしていますが、実はお互い信頼し合っているんですよね。彼氏としても彼女が冷たく言わない時は本調子じゃないって思うし、彼女としても私の言葉にいつも通り対応してくれない時は彼は調子が悪いのって思っています。お互いにこの関係でしっくりきているんですよね。素っ気なくしたり冷たいことを言うことがもはや合言葉みたいになっているんです。何よりもちゃんとラブラブする瞬間もあるからこそうまくいくんでしょうね。男性としては彼女の可愛くて魅力的な姿を知っているのは俺だけと内心ニヤニヤしているのかも。たとえ素っ気なくされても結果的にこんな愛くるしいカップルになれるなら羨ましいですよね。3、怒っている。なんだか怒っている、原因もわからないけど機嫌が悪い。そんな場合にも実はその態度の裏側に好意が隠れている場合があるんです。例えばあなたが他の女性と仲良くしている姿を見た女性が嫉妬心を抱いて機嫌が悪くなったり、脈ありアピールをたくさんしているつもりなのにあなたが全然気づいてくれない場合にも、
想定外のことばかり起こるのはなぜ？と勝手にイライラしてしまいます。また怒って離れた時にあなたが心配して追いかけてくるかどうかを見ている可能性もありますよ。つまりあなたは試されているということですね。女性はあなたのことが好きすぎてもうあなたの彼女になった状態だと半分錯覚しているんです。だから嫉妬して機嫌が悪くなるアピールをしてくるし怒って反応を見ようとしてくるんです。普通に考えたらちょっと困っちゃうけど好きな子にこんな風にされたらきっと可愛いなって思っちゃうんでしょうね。4. 睨んでくる。気になっている女性をあなたが意識して見ていた時になんだか睨まれた気がするという経験はありますか？あなたが女性を意識して見すぎているから女性もあなたが気になって見ているのかもしれません。本当なら可愛い顔で見れたら好印象になるんですよね。でも必死だったり緊張している女性はうつむき加減で見てきたりする場合もあるでしょう。さらに最近はマスクをつけていますから表情全体が把握できません。あなたが睨まれたと思ったのは実はただ見ていただけなのかもしれませんね。もともと目が細い女性ならどうしても鋭くなりやすいです。あなたがもしその女性に対して俺どう思われてるかなとビクビクしているならその気持ちから睨まれているかもという思い込みを引き起こしている可能性はあると思いますよ。5. 叩いてくる。背中をパンと叩いてきたり腕をパンパンと叩いてくる女性もたまにいますよね。彼女があなたに触れてくる時点で間違いなく嫌な気持ちがないということは見極められますがその本意が分かりませんよね。ほとんどの女性は女が男に勝てるわけがないと思っています。現実を知らない小学1年生なら本気で男子に喧嘩を売るかもしれませんが大人の女性はさすがに違います。だから当然本気で攻撃しているわけではないんです。これは叩いても怒らないあなたを確認してその安心から生まれる行為なんですね。彼女は完全にあなたに甘えているんです。また触れたら喜んでくれるかもって期待している場合もあるし少しでも近づきたくてスキンシップのつもりでもあるんですね。好きって正直に言えないもどかしさを残念ながら叩くという方法であなたにぶつけているんです。6. 嫌なネタで絡んでくる。あなたのことをからかったりちょっと小バカにするようなことを言ってくる女性もいるかもしれませんね。これも完全に構ってほしいという気持ちの表れなんですが恥ずかしくて素直には言えないんですよね。そしてあなたが他の誰かに夢中にならないようにあなたの気を引きたくてインパクトのある言葉や絶対に反応する言葉をつい選んでしまうんです。それが優しい言葉とか甘い言葉ならいいんですがこれも恥ずかしいから方向性を間違えちゃうんですね。彼女は毎回家に帰ってからなんで今日もあんなこと言っちゃったんだろう好きなのにって悩んでいるかもしれません。でもあまりにもいろいろ言われて辛いならあなたの心を守るためにも適度な距離を保って様子を見ましょうね。あなたの変化を見た女性が自分はずれたことをしてしまっていたと気づいてくれると信じましょう。以上、あなたが好きすぎてやっちゃう意地悪な行動についてご紹介しました。6つのパターンを解説してきましたがいかがでしたか？ここではこの6つを好きだけどやっちゃう意地悪行動として紹介しましたが全てにおいて決して忘れてはいけない重要なポイントがあります。それは本当に嫌な場合もあるということ。普通女性は本当に無関心だったり嫌いな人には見ない、話さない、聞かない、そばにいないというすっきりした態度を示してくるものです。でもあなたに嫌いだと気づいてもらうよりも自分が嫌われてしまった方が効率がいいと考える女性も実際にいるんですよね。だから明らかに冷たく接してきたり不快に思う発言をすることもあります。また恋愛感情を抱いていなくて友達としてふざけてやってくるだけの場合もあるのでこのようなパターンも頭に入れておきましょうね。あなたが好きになった女性の普段の態度からかなりひねくれているとか天の弱っていう印象が読み取れるのであれば彼女が好きな人に対しても素直に行動できない可能性はとても高いです。まずは相手の性格や性質を見極めましょう。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。